日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。近年、65歳を超えても働ける企業とか定年をなくす企業が増えてきています。人生100年時代、生き方や働き方についてそれぞれが考えなければ道を選ばなければいけません。ということで今週は定年後の働き方というテーマでお送りいたします。初日の今日は定年後の現状についてです。公文写真書から発行されている等身大の定年後、お金、働き方、生きがいの著者で近畿大学教授、ジャーナリストの奥田翔子さんです。奥田さん、おはようございます。おはようございます。まずはじめに今回のこの本はどういうことをまとめた本なんでしょうか。定年後、もしくはその定年前後のですね、人たちのその名の通りありのままの姿をですね、ぜひご紹介したいなという思いがありまして、まあ、再雇用に始まり転職、フリーランス、まあ、NPO 法人などでの社会貢献活動、そして管理職経験のね、まあ、ロールモデルに乏しい女性の定年後という章ごとに分けてまとめております。奥田さんは様々な人をこう定点観測といいますか、長期取材を行っていて、その方がこうどういうふうにこうキャリアを歩んでいくのかっていうのをずっとこう取材されてますよね。実は今回のこのテーマもおよそ20年ぐらい温めてきたもので、でそうこうするうちに気がつけば自分が今58歳になったばかりで、定年世代であったということで、まあ、40代、50代とこうずっと同じ方を取材してきたので、その分結果としてはね、どういうふうに定年の前10年、20年間を備えればいいか、過ごせばいいかというのの、まあ、ヒントにもね、合わせてなればと思ってます。様々な人を追っていった話の中には、参考になる、はい、こうモデルもあれば反面教師にした方がいいケースもあるんですかね。そうですね、皆さん頑張ってはいらっしゃるんですけど、やっぱり残念ながら、定年後ということで明るい道を歩まれた方、それともちょっと今停滞して、中にはどん底に落ちたとおっしゃる方もねいらっしゃったりで、どこが、まあ、明暗成否を分けたのかっていうのもね、ちょっと遡って見ていただければいいなと思ってます。人生って波があるじゃないですか。いい時悪い時とですね。本当に。なのでそのある一つの時代を見た時に停滞期を迎えてたとしても、その後また道が開けて好調の波に乗っていくっていうケースもあるわけですもんね。それは私自身もそうですしね、セカンドキャリアって本当に思い通りにいかないなっていうのがあって、それがやっぱりね、人間生身の等身大の人たちを、まあ、描きたいなっていう動機でもあります。さあ、そしてまずは今何歳まで働きますかっていうことを考えている方多いと思うんですよね。ほとんどのところがまだ60歳定年を迎えて、で、その後、まあ、65歳まで雇用延長するっていうケースがあるかと思うんですが、その延長も再雇用なのか、勤務延長なのかっていうところで、随分また、違いがあるのかなと思うんですが。ああ、そうですね。今おっしゃった継続雇用制度というものが2種類のもので、それがもうおよそ 70% 占めてるんですね。まあ、65歳まで義務付けされていますけども、その中でね、でも実態はほとんど再雇用の方で、これは何かと言いますと、定年退職、一旦退職してしまってからもう一度、雇用契約を結び直すので、まあ、非正規になるわけですね。なので、賃金が、例えば半分に減ったりとかっていう、そこがね、一つ、こう、働く人たちのモチベーションを保てない、下がってしまうという、悩ましいところではあるんですよね。なかなかモチベーションを保って、仕事を続けるのも難しいですよね。そうですね。上の位のね、管理職ポスト、例えば部長さんとか、事業本部長さんとか、勤められた上の位の経験者ほど、やっぱりガタッと落ちますから、その時に、こう、働く価値観っていうものがね、なかなか転換できないんですよね。変えざるを得ないとか、変えないと、やっぱり60歳以降働いていくっていうのはやっぱり難しいと思うんですね。これは労働者
側の問題としてなんですけど、はい、で一方で、まあ、企業側もあの人事制度改革をあの私は必要だと思ってまして、はい、まあ、今は多くの企業で定年退職、定年迎えると等級制度も人事評価制度もなくなってしまいますので、まあ、これはただまあやる気のあるフルタイムで働いて頑張れますっていう人を対象にしたものですけど、もう一度、うん、人事評価とか等級制度復活して、まあ、給与もアップダウンがあるっていうふうにすれば、あの、もっとモチベーションもね、維持できるんじゃないかなというふうには、あの、思っています。ただそのモチベーションが上がらないからといって、じゃあ雇用契約結ばないっていうのもなかなかできない現状は、やっぱりその年金をもらうまでの間、ね、ある程度の収入が欲しいとか、社会との接点は持っておきたいとか、やっぱそういう様々な理由があるんですかね。そうですね。もう本当にあの、サブタイトルにもつけてますけど、ええ、まあ、生きがいというところと、それから、目の前のお金ってことですよね、まあ、国も社会保障制度の持続性を高めるっていうことも一つのこの高年齢者雇用を、ね、義務付けるということの一つの目的でありますから、そこのところはやっぱりね、社会の変化とともに我々も生きていかないとね、いけませんのでね。その継続雇用制度についてこう取材をしていく中で、処遇の変化をこう受け入れることのこうどういう点が重要なのかっていうのは、ポイントを挙げるとしたらどんなところなんでしょう。やっぱり今あの定年退職されている方々って、やっぱりあの一つの会社に今長く勤められている方が多いと思います。で、その中でやはり収入、まあ、賃金ですとか管理職ポスト、地位だったり評価というもの、まあ、外発的な動機づけと呼ばれるものですけども、そこをやっぱりメインに働いてこられた方が多いと思うんですね。で、そこをやはり、まあ、働く原点とも言えるかもしれませんが、内発的な例えばやりがいとか達成感、それから人のため、社会のためになっているんだっていう、そちらの方に、まあ、おのずと、働く意味、価値観を自らこう転換していくっていうことも一つ重要なんじゃないかなというふうに考えています。転換っていうのは、これは定年を迎えてからで間に合うものなのか、それともこう60歳を迎える前までに徐々にそういう、はい、転換を図っていった方がいいのかっていうのは、奥田さんはどう感じてますか？私はやっぱり早ければ早いほどいいと思います。30代のね、後半からずっと取材、インタビューを続けてこられた方もいらっしゃいますし、やっぱり早くから考えておくってことと、それと複数の、まあ、キャリアパスといいますか、働かないことも含めてですね、考える。まあ、それ、こんな偉そうなこと言いながら、私自身が決してできてきたわけではないんですけども、だからこそ、今、等身大を描くことできているかなとも思うんですが、まあ、そう、努める、努力するってことは、やはり重要じゃないですかね。さあ、そして、定年を迎えるのを機に、ちょっと別の職種に転職しよう。あるいは組織と離れてフリーランスで働こう、はい、まあ、そういう考えを持つ方もいらっしゃると思いますので、その点は明日またお話を伺いたいと思います。はいはい、今日はここまでありがとうございました。ありがとうございました。公文写真書から発行されております等身大の定年後、お金、働き方、生きがいの著者で近畿大学教授ジャーナリストの奥田翔子さんのお話でした。